皆さんごきげんよう。私たちミリカルリリーです。ミユたち目に見えて上手くなってるだな。私も乗ってきた。よろしくって、よろしくってよ。なぎさちゃん、スマホがポケットから落ちそうよ。気をつけて。うっ、はぶね。こうやって乗ってるとそういうの全然気づかないんだよな。あ、そうだ、ヒーローが預かっててくんない？私が気をつけるよりそっちのが安心だし。もうしょうがないわね。わかったわ。リリカルリリーもだけど、今回はどのユニットも総じてレベルが高いね。これはうかうかしてられないな。あら、葵くんったら負けると思ってる？そう思ってるように見える？ありがとうございました。リリリリのステージも終わったし、ルーキーステージに移動しましょうか。さすが D4 フェスね、人が多いわ。みんなはぐれないようにね。それにしてもどうかした？葵、海外からの参加ユニットも目立つなと思って、最初は自分たちが海外を意識したから増えたように感じるのかなと思ったけど。そうでもないと思うわよ。D4 フェスのこと、海外の人たちが研究してるのをディグッターでもよく見るもの。 D4 フェスって世界中から注目されてるのね。うん、特に注目されてる海外ユニットはメルシーだね。メルシーって明日の対戦相手じゃない。 D4 フェスがわざわざアメリカから呼んだユニットよ。対戦のしがいがあるわね。そうね。でも誰が相手でも関係ないわ。私たちはロンドとしてパフォーマンスをするだけよ。椿ちゃん、明日に向けて気合も十分ね。もちろんそれは私たちもだけどね、なぎさちゃん。あら、なぎさちゃんは？抜け出せた。くそ、気づいたらみんなとはぐれるし、人混みに流されて屋台エリアまで来ちゃったし、とりあえずみんなに連絡って、うわー、スマホヒーローに預けたままじゃん。まあルーキーステージに行くって話だったし、向こうで合流すればいいか。にしてもいい匂いがするな。せっかくだし、ついでに何か買ってこっと。とりあえずルーキーステージには着いたけど、みんなどこだ？え？何か言ってるけど流暢すぎて全くわかんない。それはわかる。マイネームイズ渚月見山。なになに、なんか一気にテンション上がったような。ひっ、なんで集まってくんの？ステージに行くって言ってたから、渚も来てくれると思うけど。まさかスマホを預かってるこのタイミングではぐれちゃうなんて。渚ちゃん大丈夫かしら？子供じゃないんだし大丈夫でしょう。あれって渚？
の女性たちに囲まれてるけど、あの人たち、葵、知り合い？ヒーロー、ツバキ、葵、なぎさちゃん、ハロー。葵すごい、普通に英語で話してる。会えてよかった。大変だったんだぜ。人混みに巻き込まれて屋台エリアに流されたと思ったら、今度は海外勢に囲まれるしさ。渚、口の端にソースがついてるわね。あなたまさか。私たちが必死で探し回ってた間、渚は屋台エリアでゆっくり食事をしてたの。いや、屋台エリアでは食べてないんだって。ちょうど小腹も空いてたからさ、食べながら向かったらちょうどいいのって。同じことでしょ、もう。まあまあ、つばきちゃん。サンキュー。この人たち、なんて言ってるんだ？私、いきなり話しかけられて。迷子の子供だと思ったから、保護しようとしてくれてたんだって。子供？子供って、私のこと？笑うな、つばき。海外の人からしたら、日本人は年齢より若く見えるって聞くし、彼女たち、葵くんと同じくらい背が高いから、渚ちゃんのことますます幼く見えたのかも。それにしたってさ、あとキョロキョロしてた様子が迷子に見えたから、それで余計に、だって。まあ実際迷子だったものね。迷子じゃなくてはぐれただけだし。同じでしょ。はぐれないよ。手をつないでおけばよかったわね。気づかなくてごめんなさいね、渚ちゃん。それはそれで子供扱いされてるようだな。ともかく、そのために渚に声をかけてくれたのね。ありがとうございます。じゃなくて、サンキュー。あとその人たち、私が名前言ったらすっごいテンション上がったように見えたんだけど。ああ、そうだろうね。だって彼女たちは明日の対戦相手、メルシーなんだから。もしかしてとは思ってたけど、やっぱりメルシーだったのね。気づかなかった。私もステージじゃもっとこう強そうな感じっていうか、化粧も全然違うし。なんて言ってるんだろう、ツバキ。私もここまで流暢だとちょっと。メルシーはロンドンのファンだって。だから渚の名前を聞いて嬉しくなったみたいだよ。メルシーだけじゃなくて、ロンドンの持つ世界観は海外でも評価されてるって。本当？嬉しい。サンキューサンキュー。もともと挨拶に行く予定だったから、ここで会えて嬉しかったってさ。そんな、私たちも挨拶ができて嬉しいって。ごめんなさい、葵、そう伝えてくれる？うん。だったわね。ええ、迷子の渚のことも助けてくれたし。だから迷子じゃないって。葵くん、難しい顔してどうしたの？いや、実はさっき少し聞いてみたんだ。今回の参加ユニットや観客に海外の人が多い理由を。そんな話まで今してたのか？葵すげー。片言でだけどね。それで彼女たちが言うには、 D4 フェスは海外でも注目度が高くて、
日本市場を意識しているユニットも多いんだって。それって、あの言い方、おそらくメルシーも日本進出を視野に入れてるんだろう。この様子だと葵くんもメルシーの意図に気づいていそうね。メルシーは今回の T4 フェスで様子見を、いわば先兵なのかもしれないわ。椿ちゃんと渚ちゃんは気づいているかしら。メルシーにあんな風に言われるなんて、 T4 フェスって本当にすごいイベントなんだわ。私たちも頑張らなくちゃ。海外にも私たちのファンがいるなんて嬉しいよな。とにかく私らは私らで全力を出す。それに尽きるよな。ああ、そうだね。メルシーがすごいユニットだってことは分かってるけど、だからって私たちは負けないわ。なんかやる気出てきた。よし、練習しようぜ。それもいいけど、ルーキーステージを見てからにしない？いろんなステージを見ることもこれからの勉強になるし。ルーキーステージを見たら屋台エリアに行こうって話もあったけど、そっちはどうする？行きたがってたのは渚だけど、渚はもう食べちゃったんでしょ？え、みんなで行こうぜ。みんなだって食べたいだろ。私はどっちでも大丈夫よ。私もむしろその時間を練習に当てるのもありかもね。そんな。あ、葵は食べたいよな。そうだな。ほら、葵も食べたいってさ。ってわけで、ルーキーステージ見て屋台で食べ歩きして、それから練習に決定。もう渚ったらまあ、せっかくだもの、楽しまないとよね。椿、さっきからスマホで何見てんだ？メルシーのパフォーマンスの動画。あ、私も見る。その動画、自分も見たよ。対戦相手がメルシーだって分かってから、いろいろチェックしたんだ。ロンドの世界観を褒めてくれたけど、この人たちの世界観も独特よね。英語だから歌詞の意味は分かんないんだけど、歌で魂を叫んでる感じっていうか、そういうのが伝わってきて、私は結構好きだぜ。激しいパフォーマンスが売りみたいね。観客を盛り上げるのもすごくうまいわ。こんなパフォーマンスを目の前で見れたら、そりゃ楽しいよな。メルシーの順番は私たちの一つ前。明日もきっと盛り上げてくれるでしょうね。私たちの出番の時には会場も随分と温まってるかもしれないわ。温まってるって言ったら聞こえはいいけど、そこまで盛り上げられた状態で私たちの出番になるわけで。メルシーの作った世界や空気をロンドでどう染めていくかってところね。こりゃ葵の瀬取りにかかってんな。もちろん、それも視野に入れた瀬取りを組んだつもりだよ。一曲目が勝負ね。まあ大丈夫だって。葵の瀬取りとヒーローの映像、椿の歌、そねカレンデュラ、この全部が揃って私たちが負けるはずない。メルシーって海外、アメリカで有名なユニットなんだよな。うん、そうだね。そんなメルシーに勝ったらさ、ロンドはそっちでも通用するんだって思えるよな。ロンドは海外からも注目されてるってメルシーからは言ってもらえたけど、実感は欲しいわよね。メルシーや他の海外ユニットが日本のユニットを探っているように、私たちも私たちの音楽がどこまで通用するのかを試せるいい機会じゃないかしら。海外でも歌いたいって思ってた気持ちに嘘はないけど、改めて実感が湧いてきたわ。
まず行くとしたらアメリカあたりか。私もアメリカ行きたいし。そうなんだ。ほら、カレンデュラの前の持ち主ってアメリカにいたらしいじゃん。こいつのいた場所、こいつの見てきた景色、私も見てみたくてさ。じゃあそのためにはちゃんと英語を覚えなきゃね。ねえ、でもそういう椿だって今日は全然英語できてなかったじゃん。な、渚よりは聞き取れてたわよ。はいはい、喧嘩しないの。それにまずは明日のステージでしょ。自分たちがどこまで行けるのか、まずはメルシーと戦ってからだ。ええ、明日全力を出すためにもそろそろ寝ておかないとね。その前に天気だけ調べておこうかしら。雨じゃないといいのだけど。今日と同じく快晴らしいよ。今も雲一つないわよね。星が綺麗。ステージはあっちか。明日私たちが立つとから、楽しみね。いいステージにしよう、絶対に。もちろん。お、椿、いい声出てんじゃん。そう、渚もカレンデュラもいい感じじゃない。だろ、今日はすっげえ気持ちよく弾けそう。葵くん、準備は大丈夫？うん、ヒーローは？もちろんバッチリよ。はい。メルシーのステージ、歓声や拍手がすごいわね。対戦相手なのに私も体がうずうずしてくる。まさかここで新曲を入れてくるなんて。今回のために準備してきたんだろうね。煽り方もうまい。もしかしたら今のところ今日一番盛り上がってるステージなんじゃないかしら。いくら海外の人が多いって言っても観客の大半は日本人なのに、異国の地でここまで盛り上げることができるなんて。音楽は世界共通だものね。言葉なんて関係ないわ。だからこそロンドンの音楽も海外で通用するはずだ。なぎさ、震えてるの？大丈夫？もしかして緊張してる？全然。こんなすごい人たちと競えるんだって思ったらすっげーワクワクしてきた。私早くステージに立ちたい。なぎさちゃんたら。なぎさらしいというか、なんというか。みんなは違うのか？奇遇だね、なぎさ。自分もドキドキしてるよ。メルシーの後に始まるロンドンのステージ、みんな一体どんな反応をするんだろう。どこまで自分たちの力が通用するのか、どこまで楽しませることができるのか、想像するだけでドキドキするんだ。すごいわね、渚ちゃんも葵くんも。この状況を前にしてそんな言葉が出てくるんだもの。私は少し緊張しちゃうわ。この状態で次が私たちの出番なんだって。私もヒーローの気持ちわかるかも。怖い？うん、緊張はするけど全然怖くはないの。不思議。私もよ。この4人だったら大丈夫ってなぜかそう思えるの。今までの経験と積み重ねのおかげかしら。メルシーのステージ終わったみたいだね。盛り上がりは最高潮。みんなメルシーの虜って感じだな。けどすぐに私たちの色に染め上げるわ。今日一番、いいえ、
今回の D4 フェスで一番ステージを盛り上げるのは私たちロンドよ。ええ、彼らにロンドを見せてあげましょう。よっしゃ、行くぜ。それではロンド始めます。椿ちゃんの声、いつにも増してよく通ってるわね。葵くんも楽しそう。けど一番乗ってるのは、渚のギター、いつもより激しい。メルシーに触発されたのかしら。激しいけど一人で突っ走ってるわけじゃない。むしろみんなを、私を引っ張ってくれてる。渚のギターにつられて自分の歌がどんどん伸びていくのがわかる。ステージに立つたび、私がロンドが変わっていく。それが楽しくて仕方ないのよ。歓声も拍手もまだ足りない。私たちはこんなもんじゃない。カリンドラ、私たちがお前の音を最大限に引き出してやる。だからその音を持った私に、みんなに聞かせてくれ。なぎさちゃん、すごい気迫。もっとだ、もっと。私も渚に負けてられない。え、渚、その演奏はまだ。それはこの次よ。やっちゃった。テンション上がりすぎて一曲飛ばした。やばい。でも今演奏止めても不自然。あれ、いつの間にか曲が変わって、ただ渚ちゃんに合わせて、ううん、客席の空気に合わせて曲を入れ替えたのね。自然すぎて聞き逃すところだったわ。だけど私もロンドンに VJ だもの、これくらい対応できるわ。渚もヒールも大丈夫。椿は心配する必要もなかったな。客席も気づいてない。盛り上がりも継続。いや、それ以上だ。さて、セトリを戻すよ。みんな、大丈夫？うん、問題ない。声を出さなくても、顔を見なくても、みんながどうしようとしているのか伝わってくる。楽しい。DJ に出会えて、ロンドンに出会えて本当に良かった。これからもこうやって4人でやっていきたい。そのためにまずは、以上、ロンドでした。ありがとうございました。葵、ごめん。私、それより渚、聞いて。え？すごい、コールがずっと。嬉しいわね。これだけの人に私たちのパフォーマンスが届いたなんて。私たちの名前を呼んでくれる人がこんなに。もう少し聞いていたいな。渚もそう思わない？ああ、葵の言う通りだ。改めて、みんな本当にごめん。無意識っていうか、テンション上がって瀬戸に間違えちゃって。葵や黄色や椿が合わせてくれなかったらどうなってたか。気にしてないよ。もちろん一瞬は焦ったんだけど、
でもむしろ楽しかった。楽しかった？お客さんの空気的に瀬戸利は入れ替えて正解だったと思う。というより渚も無意識にそれが分かってああしたんじゃないかな。え、そうなのか。うん、椿やヒーローがすぐに合わせられたのもそれを理解してくれたからだと思ってる。お客さんに合わせて曲を変えて、それにヒーローや椿もついてきてくれて、もちろん渚の演奏もあって、そのリアルタイムで作っていく感じっていうのかな、それがすごく楽しかった。ヒーロー、椿、すぐに合わせてくれてありがとう。あれくらいお手の物よ。私もあの時の判断良かったと思う。ありがとう椿。だから渚、気にしないで。おい、何弱々しい声出してるのよ。終わったことよ、気にしてもしょうがないわ。そうよ渚ちゃん、それでも失敗したって思うなら今回のことを生かして次につなげましょう。ヒーロー、椿、みんなありがとう。無事に勝ち抜けね。お客さんに海外の人も多かったし、メルシーのパフォーマンスがすごかったからどうなるかって思ったけど。安心したわ。これで証明された。ロンドの音楽は世界に通用する。くーい、なあ、勝ち抜け記念に屋台で何か食べてこうぜ。記念じゃなくても渚は食べに行くでしょ。当然、お祭りは楽しまなきゃ損なの。すみません、前見てなくて。で、メルシー。ああ、わかんないわかんない、青いパス。勝ち抜けおめでとう。いいステージだった。見習うところがたくさんあったって。ありがとう、メルシーのステージも素敵だったわ。見習うのは私たちもよ。メルシーのパフォーマンスには圧倒された。今回は勝てたし負けたくはないけど、でもメルシーが強敵だってのは変わんないよな。またこうやって対戦してみたいです。で、英語で言うと。葵にばっかり通訳させてごめんなさい。私も自分で言えるように頑張らなきゃ。お、日本語。向こう。私たちが海外に行けるって思ってくれてるんだな。そう思ってもらえるなんてありがたいわね。ええ、ぜひ近いうちに必ず。また。負けたのだ。勝てると思ったのに、絶対に勝てると思ったのに、負けたのだ。ボロ負けなのだ。負け、敗北、忍と勝負できない。また負けるのか。私はここで負けるなんて。え、まあ勝負は時の運と言いますからな。どんなに素晴らしい DJ もダメな時はダメなのだ。ちょっと電話なので失礼ですぞ。はあ、右よし左よし、それでは遠慮なく。おかしいのだ、変なのだ。なんで負
負けるはずがないのだ。あんまりなのだ。ぐぬぬ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 いつまでも引きずってもしょうがないし、ミチルはクールに気持ちを切り替えて次に行くですぞ。ロンド、独特の世界観、圧倒的なサウンドでこの D4 フェスの中でも異彩を放つロック系 DJ ユニットなのだ。きっとフォトンメイデンとはまた一味違った情報が聞き出せるはずですぞ。もちろん、君みたいなすごい DJ は見たことがないよ。次のライブも見てみたいな。サンキューサンキュー。またライブをやる予定だから絶対に見るのだ。もちろんさ。それじゃあまたね、 DJ みちるって言ってたの。ふやはりわかるものには私のこの素晴らしさが伝わるのですな。しかしこの竹下美子はすごいのだ。短時間とはいえノンストップの通訳で会話を成立させるとは。こやつ思った以上にやりますぞ。みちるちゃんどうしたの？会場には海外勢もいるようですし、美子に同行してもらえば言語の壁はクリア。将来を見据えて海外の情報収集と、加えて今のうちに見込みのありそうなものに声をかけるチャンスなのだ。ミーコ、いやミーコ殿、ぜひ今から一緒に会場を見て回るのだ。そしていろんな国々の人との通訳をお願いしたいのだ。通訳？なんだか面白そうなの。ミチルちゃんと一緒だったんだ。いえ、くるみ。くるみちゃん待って、走ったら危な。あれ、ミチルちゃん、ギギギギ、ノア先輩まで。まずいのだ。絶対に混ぜたらややこしくなるメンバーが勢揃いなのだ。ここは一つ適当に会話して別れて、ミーコだけを引っ張っていくですぞ。ノア先輩、どうもなのだ。はや、今日も素晴らしい天気ですな。つまり散歩日和。さあミーコ殿、一緒に散歩するのだ。え、お散歩？ミーコ通訳じゃないの？え、通訳？何それ、すっごく楽しそう。違う、ミーコ殿違う。通訳じゃなくて、ずっとなんでモールス信号？なぜわかるのだ？なんなの？今のはモールス信号って言って、2つの記号を組み合わせると言葉になるの。ちなみにさっきのはミチルって言ってたの。竹下美子はモールスもできるのか。これは旅行先で何かあった時に役立ちそうなのだ。ますます配下に加えたい逸材ですな。へえ、面白い。ねえねえ、私は、私の名前だとどうなるの？くるみちゃんの場合だとこうなるかな。ずっとずっとたたた
トトツートトツーツートトトトツーツートツーツートトトツートツーしらとびくるみ。わー、ノアさんお上手なの。うわー、ノアちゃんすっごい。全然わかんなかったけどすっごくぽい。ねえねえ、私にも教えて教えて。くるみちゃんにモールス信号？もちろん手取り足取り教えちゃう。自分から振ったネタだが、なんなのだこのカオスな空間は。だがノア先輩がくるみを連れていくなら好都合。このままナチュラルに別れるのだ。それじゃあノア先輩はくるみと一緒に仲良くお勉強してくるといいのだ。さあミイコ殿、我々もそろそろ行くのだ。うん、それじゃあ二人ともまた後でなの。え、ミイコちゃん、また後でじゃないよ。私たちミイコちゃんのことずっと探してたんだから。スマホも何も持ってないんだから迷子になったら大変でしょ。お散歩するならみんなで一緒に行こうか。言われてみると確かにそうなの。じゃあみんなで仲良くお散歩するの。うえ、作戦失敗なのだ。思わぬ大所帯になってしまったのだ。野望達成のためにもこのままいろいろな者たちとの交流を深めるのだ。背中からものすごい熱い視線を感じるけど、無視なのだ。無視していくのだ。我が野望の実現のためにも頑張るですぞ。